モハイブニーどうもメイソン岡です。初めましての人はどうぞよろしくお願いします。ってことね、今日はね、猫ちゃんのことについてやっていきたいと思います。今ね、元気にむしゃむしゃご飯用意してね、食べてくれてますけども、この距離でもね、だいぶまあ、ご飯食べてるだけはそんな怒んない、シャーっと言わないですけれども、飯を起こせって言ってシャーってことはあるんですけれどもね、まあこんな感じで長くねやっております。ただ今日はね、4日目のね、猫ちゃんの姿をね、やっていきたいなというふうに思うんですけれども、実はですね、私朝起きてから夜寝るときにいつもゲージの方を開けてるんですけれども、朝起きたら大体10分15分ぐらいでパッと支度していつも家出ちゃうんですよ。でゲージの方は鍵をね、こう閉めて出るわけなんですけれども、でね、家帰ってきたらです、なんとね、いると思ってたんですよね。そしたらいなくなってて、あれと思って、で鍵閉まってるんですよ。いや、おかしいなと思って、でテーブルね、帰ってきて、作業机っていうか、勉強机があるんですけど、そちらの方に行ったら机の上に座ってるんですよ。うわと思ってうえって なんでいるのと思って、うわ俺締め出しちゃったわと思って、はい、その時のね、映像がね残ってますんで、でその後ですよ、やっぱ怖くなったと思うんで隠れちゃったんですよね。でそっから家に戻るまでのね、こう映像ね撮れたんで、ぜひねご覧になってください。どうぞ。ね、こう一緒に見ながらやっていきたいなというふうに思うんですけれども、まあこうゆっくりゆっくりそろりそろりみたいな感じでね、はい、出てくるわけなんですよね。ダンベルがある、ダンベルっていうのかな、があるんですけども、そちらが多分光ってるからなんですかね、まあ、気になってこうクン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 はしちゃってるんですけど、まあ、新しいね環境なので、まあ、しょうがないかなというふうに思いますけれども、まあ、なんとかね無事に戻れてねよかったかなというふうに思います。まあ、そしてね、一回戻ったと思ったらね、また戻ってくるんですよね。うん、びっくりしました、これには。うん、やっぱりこうダンベルというか、バーベルがね、やっぱり気になったんですかね、光ってたから。うん、というところでね、まあ、4日目、ちょっと珍事件があったんですけれども、仲良くやっております。まあね、もっともっとね仲良くなっていきたいなってね早く思ってますのでね、そちらの方もお届けできたらなっていうふうに思ってます。それではね、またね会いましょう。 See you next time. バイバイ。